倉間駅は京都府京都市左京区倉間本町にある永山電鉄倉間線の駅、終着駅である。駅ナンバリングは E17、第1回近畿の駅100線に選出されている。倉間駅を発車するパノラミック電車、キララ、デナ21系電車の先頭部と道輪迎春準備の整った。 駅入り口2002年から2019年まで駅前に置かれていた天狗の初代オブジェ駅舎内の洋島式ホーム一面に線を有する地上駅。出入り口は分離されており、出口のすぐ外側にトイレが設置されている。駅舎は人員風の木造建築であり、京阪大東線開業時に改築された。朝晩以外は駅員が配置されている。また、自動券売機が設置されており、 9時30分から16時30分まで稼働する。駅員が配置されている間は、出待ち流からの電車が到着し、乗客がすべて下車するまでは、入り口にロープが張られて、ホームに入場することはできない。無人時間帯は、電車にて、無人駅と同様の扱いを行う。駅舎は閉鎖され、駅舎左側を回り有人時間帯の出口横の通路より、ホームに入る。 なお、駅前からホームまではほぼ平面である。駅前に天狗のオブジェがあり、校内にデナ21系電車の先頭部と同輪が保存されている。駅舎内でピンバッジなどのオリジナルグッズが販売されている。駅前は小さいながら広場を有する。半分は駐車場となっているが、天狗のオブジェや土産物店などがあり、倉間温泉の送迎バスなども発着する。 倉間街道に出て、左に行くとすぐに倉間寺の山門がある。街道沿いには、昔ながらの民家も多く残っている。山間の狭いところにある集落であり、農耕地は主に駅と、反対側の民家裏に、少し存在する程度である。2000年代時点では観光以外としては、林業が中心であるが、京都市中心部まで40の50分程度。 大阪市内まで約1時間30分の所要時間であり、通勤通学客もいる。駅から不動に出たところに、京都バスの倉間バス停留所がある。ありがとうございます。